花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。今日はちょっと一段と寒くなってまいりましたが、世の中雪がちらつくというような ね、 らしいね、風に言われておりますけどもですね、今日は金玉ということで、ゲストいらっしゃらないときは、これ金曜日魂でしょうか金尾魂でしょうか。金尾魂です、ね、金金魂。たまたまね、金曜日に変わりましたからね。だから金曜日魂でもいいんじゃないか、まあ金尾魂でもいいですけどもね。ということで、皆様お風邪なんかね、引かれていませんでしょうか。なんかそれぞれみんなちょっと鼻声っぽいですねっていう山田さんから指摘がありましたが、僕は結構すっきりした感じに、治りかけてますけど。治りかけてるか。風邪はね、そんなにないんだけどもね、ちょっとね、わけがあってね、タバコをちょっとやめたの。やめたんだ、すごい。やめたんだね、すごーい。いや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 、やめようかなとか思ってんだけど。バツって山田さんが出ましたけど、ね、やめた方がいいよ。ちょっと一日吸わなくても気持ちがいいね。気持ちいいでしょ。うん、ね。タバコから自由になろう。はい。そうよね。というね、金尾芳郎でございますが、今日もね、連日ライブの高橋誠さん、こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。元気いっぱいです。ね、元気いっぱい、半袖で通して、ね。若いね。まこちゃんでも腕とか結構太いよね。太いよ。筋肉質だから鍛えてるよ。いや俺も結構脱げば筋肉質だったんだけど、最近ちょっと痩せてきちゃって。そうなの。いや結構でも常に鍛えてないとダメ、やっぱり腕立てとかやってんの。どうなんですかね、腕立てとかやってる。まあいろいろ。本当。やってる。本当。思考一日朝400回。うん、思考踏む高橋誠。思考踏み高橋誠です。400回。400回って水を浴びて。水浴びるってのはいいよね。僕も結構浴びるよね。ね、水好きなんだよ、ね。だからね、冬でもっていう ね、 ね、元気でいられますけどもね、はい、皆さん真似しないようにしてください。高橋誠さんでございます。松下としみさん、こんにちは。どうも。はい、思考は真似してもいいんだよ ね、 ね、思考、そう、私もやる、時々やる、いいよ、ね、うん、時々やる。女の人も思考踏むの。暖かくなるよね、股関節。本当、うん、ふんどしとかするのかね。しないよね。そこまではしない。ふんどしの方がいいと思うよ。ね、ふんどし派でしょ、高橋誠さんもね。僕もね、僕が一番早いと思うよ。僕高校時代からふんどし入ってたから。赤粉。赤粉。もうちょっとね、赤粉持って行ったからね、修学旅行に。赤粉。いや、母に作ってもらって。あ、本当。そうそうそう。母は、そういうのは、洋服のデザインとかしてた。赤粉ね。俺履いていきたいんだけど。洒落た赤粉を。そうそう。いや、洒落てはないんだけど。赤粉ってさ、こうやって作るって紐だけ。うん、紐だけ。紐に手ぬぐい。タオル巻けばいいの。手ぬぐいに紐つける。紐つけるから、もうふんどしになるからね。あれは便利だよね。便利だよね。あれはいいね。下着にもなるしね、汗拭かいたらちょっと拭ける。そうそう。拭けるし。手も拭けるし。ね。そういうね、金玉でございますがね、今日たくさんリクエスト来てますけどもね、早速じゃあ僕の方からご紹介しましょうか。はい、金尾芳郎さんの投げ銭 FM 音中ということで、金尾さん、誠さん、松下さん、はい、山田さん、はい、おさむございますということでですね、はい、こんな寒い日には暖かい曲を、金尾さんには、日の当たる坂道を、女優さんには、女優さんいらっしゃいましたか。女優さんには、女優さんチャルメラソングをリクエストさせていただきます。よろしくお願いいたします。ということでね、今日はね、1,2,3,4,5,6,000円来てますね。まあ素晴らしい。まあ大体この投げ銭を見るとね、今、チャーリーさんのね、生活状況が分かってくるような気がいたしますがですね、これ、チャルメラソングじゃなくて、チャルメラ蕎麦屋だよね。うん、あ、なんだっけ、チャルメラそば屋、チャルメラそば屋っていうタイトルですね、確かそうですよね、うん、そうかもしれない、正確に言うと、正確に、うん、おそらく美空ひばりさんの ね、 ね、歌ですよね、はい、日向坂道行きますか、じゃあ行きますか、はい、ね、行きますか、これキー B ですかね、そうです、はい
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました、日の当たる坂道、金尾芳郎でしたけどもですね、ということで続々とファックスやってまいりましたね、はい、生放送中にこうやってね、はい、ファックスいただくっていうのはすごいね、素晴らしいこと、本当に生でやってるっていう感じがいたしますが、ね、金尾芳郎の音楽魂ね、早いものでもう9年目に差し掛かりましたね、皆様のおかげです、ありがとうございます。ということでね、早口だよね今日ね、今日なんか、うん、ゆっくりで、いや俺乗りに乗ってるから、乗りに乗ってるから、ね、そういうこと、いやいや、そんなタバコやめたから調子がいい、タバコやめたからすげえ調子がいいらしい、ね、声がガンガンで、いや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 、そんなことはないですけども、ね、やっぱりね、いや、まあそういう気持ちでね、でも変化ありますよね、変化ありますよ、絶対あると思う、うん、あ本当、うん、いやいや、ということでね、またねお便りご紹介しましょうか、僕の方から、はい、どんどん僕の方からご紹介しますよ、どうぞください、いや全部渡さないでくれる、ということでですね、あ松下さんの方からちょっとじゃあ読んでいただきましょう、いっぱい来てるね、先週ねミキさんのちょっとご紹介できなかったので、はい、ミキさんからいきますね、ね、カナオさん、博多のミキさん、ありがとうね、博多のミキさん、カナオさん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは、こんにちは、朝から、またも県警の巡査部長が飲酒運転で捕まったニュースを見て腹を立てているオイラです、まあいつまで経ってもこの後どうなるかという想像力がない人々が多すぎますよね、さて先週のチキラの蓮見さんご出演の放送はなんだか気心、知れた優しい心が通ってる素敵な放送でしたね、特にあの風の中で立ては、実はオイラもリクエストしていたんですが、本当に素晴らしい瞬間を味わうことができて幸せでした、愛ある出会いは間違いなく心の成長につながり、うん、それが良いバイブレーションになって周囲に伝わるということを再確認することができましたね、うん、ところで出会いといえば、うん、なんか愛の手入れてもらった方が読みやすいですね、そうですね、今ちょっと写真撮ってましたけど、ね、ところで出会いといえば、はい、オイラも今年になってまだまだ私的な状況は厳しい中ですが、うん、たまたま縁があって、うん、あるイベントに、うん、2日間にわたって総合 MC をさせていただきました、 MC のね、 MC やってるんだね、 MC ね、うん、素晴らしいミュージシャンと一人は出会い、一人は再会することができました、うん、菊田俊さんは、うん、シカゴではむちゃくちゃなミュージシャンが平気でいるとのことでしたが、うん、オイラは逆で、うん、今までに出会ったミュージシャンを知る限り優れたミュージシャンは素敵な人格の持ち主であるように感じています、うん、それはもちろん金尾さんや誠さん、としみさんも含まれていますよ、ありがとうございます、人格はね僕はあまり良くないかもしれないけどそれ性格とか性格、あそうか、性格と人格はまた違う、ね、違うからね、今日も素敵、あらちょっと今日も素敵なお三方の素敵な人格が溢れるような放送を楽しみます、ね、リクエスト、はい、金尾さん、うん、日の当たる坂道、あ今やった、あやりました、ね、今ね、やっぱり博多の人はね通じてるかもしれない ね、言わんでも分かっと、通じて言えば、ね、分かっとみたいな、分かっとと、はい、あなたからの贈り物だけど何でも OK、 あなたからの贈り物はね結構ね前からね来てずっとまたやらなかったんだけど、ね、やってみる、うん、そうだね、やりましょう、それと他にそれと、はい、誠さん、はい、年明け、うん、旧正月前ということで、生まれ変わりの意味で、はいはい、国海の歌、あーいいです、ね、バースソングだけど何でも、国海の歌っていう誠さんのねバースソングね、うん、バースソングだけど何でも OK、 最近古事記がまたちょっとね、うん、注目されてるみたいです、ね、あ見直されてますよ ね、はいはい、としみさんは何でも OK だけど、うん、マイケル・フランクスのアントニオの歌聞きたいです、アントニオの歌は結構難しいよ ね、 あれね、日本語バージョンの歌いましょうのところなんですけど、としみさんが歌うと色っぽいと思うんだけど、日本語バージョンは聞いたことないんだよ ね、 ね、あるの、あるんだ、らしいの、俺も歌いましょうってどこ、じゃあ、え俺聞いたことない、 Sing a song、 歌いましょうっていうのかな、そうか、歌いましょうだね、おそらくね、 PS 先日某所でうしゃこだのボーカル、うん、藤井浩一さんのステージを楽しめましたが、うんうんうん、藤井さんの私の青空は、うん、愛の火影の刺すところの方でしたね、うんうんうん、で PS愛の火影っていう歌詞とね、うん、あの愛の火影の指すところ、火影と火影が、火影の方が多いよね。火影の実っていうのは俺だけだよね。火影の実って火影って言ってる人はあんまり日の当たる坂道ね。歌いながらね、火影の実、火影の実ね。これがもう信用できないんだよ、俺金尾芳郎のね人格的に。これもう一枚いきます。あいきますか。金尾芳郎音楽魂、金金金玉。
キンキンキン玉誰だ。カナオさん、誠さん、としみさん、こんにちは。はいはいはい、今日は大寒。うん、寒いですね。大寒なんだ。大寒だから寒いんだ。うん、しかしスタジオは熱気温度上昇ですよね。うん、はい、先週はお世話になりました。ラジオの影響力はすごいもので。すごい。近所の方ではありますが、王子と声をかけていただいてます。はい、王子、爆笑、はすみさん。王子といえばはすみさんだよね。いつかカナオさんの花一輪を聞きたいです。うん、花一輪ね。2月1日、横浜フライデーライブ頑張ってください。あ、2月1日、ね、横浜フライデーですね、ライブね。この3人でね、音楽魂ライブということでね。よろしくお願いします。僕はちょっと、今年最初のライブになりますね。最後で最後。最初で最後。もう最後、最初で最後ぐらい行きたいね。きつだね。1年に1回しかやらないっていうのはいいね。かっこいいね。1年に1回って、キキさんが笑いながら今撮ってるんだけど。本当ね、お母様は ね、お亡くなりになりましたけどもね、うん、ご冥福をね、お祈りしたいと思いますけども、こうやってね、そういう中でも、こう、VTR を撮りにね、来てくださ、何言ってんだ、大丈夫ですか、ね、うん、ちょっと、来てくれるね、岸さんに本当感謝してますけどもですね、ありがとうございます。ということでね、リクエストの中、あなたからの贈り物をしてみますか、やりましょうか。やってみますか。ね、さっきねこのイヤホンがね、こう生放送やってたらあれなんだよね、引っかかる、ここに引っかかってたのよ。でもギター弾いてるから何もできないんだけど、ギターのこれ借りていいですか。あ、いいよ。あ、じゃあこれは、いや、それこれボーカルにしてください。あ、これ曲がる、4番曲がるマイクがいいんだよ。あ、これ曲がる、これ曲がる曲がるとか曲がるとか曲がらないとかって言ってるのは、このね、放送局のねマイクでね、曲がるマイクと曲がらないマイクがあってですね、今ね曲げすぎたから、うん、大丈夫ですか。うん、大丈夫でしょう。これはいらない。イヤホンは使えますか。使わないです。はい、ということで、あなたからの贈り物っていう歌を、歌詞、なんか私だけ違うの持ってるみたいな気がするけど、ま、歌詞間違わないようにしましょうね。僕がね、バラバラ適当に歌うんだけど、みんな違うかも、いや同じ揃えてる、まあいいや、やろうか。長い坂道登り詰めたら
金尾芳郎あなたからの贈り物という歌、これ短いね、これ繰り返し、これもうちょっとあれ長くしてもいいかもね。金尾さんここ繰り返しなかったんじゃない今なんか2曲目からチェックありますか、あんた。俺がもう俺が正しいチェック入ってます、チェック入ってます繰り返しって書いてた。あ、そう、違うな、そこ繰り返しだったね、ごめん、だから短かった、そう短かったんだよね生放送、まあ割と短めにね、コンパクトにした方が、だいたいビートルズとかも3分ぐらいですからね。でも最近、あ、そうか、短い方がまた流行ってくるかもね。うん、昔はね、うん、長いのあったけど。だからやっぱり3分ぐらいの曲でバッと掴むっていうのはね、あの結構昔はあったよね。あったあった。うん、もうイントロでさ、イントロでわしづかみって、もうわしづかみでもう正座して泣くようなみんなね。どんな歌？どういう？しあ、チャルメラそば行ってみようか。いやだ。いやだじゃないよ。ちょっとリクエスト来て。チャルメラそば屋はね。あれでも軽快でいいよね。楽しくてね。ちょっとあの最近あのここあごめんなさい。ライブもなかったし、うん、今月入って、うん、全然歌ってないので私、うん、今日パス。何言ってんのそれ。パス。パスそれいいいいね。いいね、パスって。パスね。それはない。ないの。歌詞ないの。マジ。マジマジ。マジないの。マジないよ。あ、じゃあバスソング行こうか。探しといて。まこっちゃんのバスソング。じゃあ。そう歌詞ないでしょ。あったあった。あるじゃん。あるじゃん。うん、チャルメラそば。これなの？いやそれまこちゃんあるよ。俺はある。これ日本語バージョンだけにしてもらおうかな、うん、じゃあ。はい。ちょっとね練習不足で。すみません。皆さんのそばはいかが？おなじみチャルメラ。蕎麦屋でござる。おっさんパイいちご機嫌。ほら危ない千鳥足。はい一丁上がりよつるつるつる。毎度ありお待ちどう。さて東京名物はおなじみチャルメラ娘。浅草上の新橋ガラガラ流すよ屋台のチャルメラ蕎麦屋でござる。言っちゃうんだよ、また同じこと言ってるよね。そうでね、おそばなんだよね、だいぶ端折って歌っちゃったねこの英語の歌詞を。すいませんね、ミキさんはね、うん、あのペラペラなので、ね、ごまかせない。いやでもそれもね、失礼しましたね。いいんじゃないですか、これ。もう ね、こんな状態で、ね、歌っちゃいけないんです。いや人前で、まあ、おそばだったね、歌手引退宣言。おそばだったね、最後は。おそばだね。なぜそば屋になったんだろう、私。途中からチャルメラそば屋だからじゃないの。あ、そうか。だからおそばって言わないといけない。それこうエコーが効いたようなね、うん、でチャルメラがこう鳴るともっとね雰囲気が出てくる。チャルメラのね、あのラッパみたいな、うん、あれ結構高いんだよね。うん、うん、あのなかなかないよね、本物。
豆腐のあれは最近ある聞くけどね、結構豆腐のと違うの、豆腐と、うん、あれ来るよね、お豆腐屋さんとチャルメラ違うの、ちょっとほら山田さん笑いかけてる、違う、あれ同じかと思っちゃった、あ、そうなんですね、じゃあ高橋真子さん、ね、行きますか、なんか何いいすよ、ありがとうございました、ミキさん、ミキさんバスソング、バスソング、あれなんか、うん、なんかコーラスあったよね、あるあるよ、え、歌詞、歌詞があるの、歌詞よね、ちょっとね、なんでいい、ライフズボーン、そうそう、それだけ練習したけど、うん、オッケー、あー、ごめんごめん、あ、これも、はいはい、これ、これじゃあカナンソン、うん、いや僕はいい、僕はいい、だったコーラスだけだコーラスだけだ、え、コーラスだけですよ、いきますか、いきますか、高橋真子さんの古事記のね、国見の書を曲にしてみました、はい、oh, oh.
高橋誠さんのですね、バースソング、フェードアウトの感じにね、感じにしたかったんですけど、ね、偶然ね、コーラス入る場所がね早かったみたいに失礼いたしました。いつもね、ありがとうございます。なかなかねこうやってあの写真を撮りながらねコーラスもやりながらっていう、ね、パターンっていうのは忙しい感じがしますが、なんかありましょうか。はい、あ、先ほどのなんかメールを、うん、あ、メールあった僕、うん、あ、本当、メールありましたかね。先ほど佐藤さんを呼びましたけどもですね、これありますか。金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、はい、キキさんこんにちはということでね、1週間早いですね。本日は久しぶり金丸まですね。金玉でございますね。ですねって書いてます。1月も早20日、皆様は初詣に行かれましたかということでね。行きました。行きましたか。行きました。松下さんどちらの方に。私は近くの神社と浅草浅草寺。うん、毎年ね、あそこでね、おみくじを。引くんですよ。そこで。なるほどね。引いてましたね。うん、引いてました。引いてました。微妙でしたけど。微妙な、あ、そうですか。そうそうそう。真子さんはどっか近く、明治神宮でしょうか。違う。明治神社って、うちすぐそばの。そばのね。なるほど。宇治神様ね。そう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 。やっぱり割と近場のね、そういうところの方が、うん、まあ僕はあんまり人混みがちょっと苦手なもんでね、なかなかちょっと遅れてね、行ったりしますけどですね。今年は鳥年、皆さん幸せな人生に向かって羽ばたく年になりますように、お祈りしてきますねっていうことでね、やっぱりそう。初詣に行かれましたかというの後にね、うん、私は人混みを避けていくつもりです笑いってやっぱ書いてありますね。やっぱ僕のような方もいらっしゃいますよね。なんかね、事故を起こしてから毎週番組でメールを取り上げていただいたおかげで元気になりましたということでですね、こういう方もね本当嬉しいですよね、うん、なんか人様のね私たちがね少しでも少しでも少しでもお役に立ってこのろくでなしがこのねねこのろくでなしたちがということでですね、心から御礼申し上げますということで元気になりましたということですよ。嬉しいですね。本当に良かった。本日はリクエスト、金尾さん、誠さん、としみさんの18番お願いいたしますという、はい、皆さんの歌声が聞ければ何でも OK ということでね、はい、温かくして冬を乗り切ってください、はい、皆さんが、大好きな清水佳代子よりという、ありがとうございます。清水佳代子さんね元気になられましたね。もう通院もね、うん、一応終わったみたいで、あとリハビリ早いねということですね。回復力が須賀川のね祖祖さんも手術してね、皆さん大腿骨のねすごい大変な手術だったけど、今はやっぱりリハビリ中でね頑張っていらっしゃいますけどね、皆さん方やっぱご元気になられますことをね常に祈願してますけどもですね、一日も早くね元気になってまたお会いしたいと思います。他にございましたでしょうか。松井さんないですか。あ、じゃないよ、読んだかな。全部一応読ませていただきました。 ありますか。ないです。ないですか。まだあったでしょ。あ、これは読みましたよね。あ、本当。はい、全部ご紹介しました。ということでじゃあ歌いきましょうか。なんか何いきましょうか。ミキさんの前来てたね、ミキさんのリクエスト、ホーミータイトやってみる。ホーミータイト、ホーミータイト、ホーミータイト、ホーミータイトっていう曲、これ結構昔。でも今のさ、18番は何、うん、みんなの18番って言われるとね、私ないんだけど。18番だったら ね、あるよ、風の中で立てとか。あ、18番、もういっぱいあるよ。いっぱいあるけど、人はどうか。18番で言いながら、13番ぐらい。足らなかったのみたいな言われますけども、いろいろありますけどね。いろいろありますね。どうしますか。あ、今の本見たいと。本見たいとは、でもあれでしょうか。歌詞を探し、あった。本見たいとはでも。ありました。これかっこいいよね。うん、いやもうバンドでやりたいよね、なんかね、これね。そういう感じの曲です。何かに似てた、さっきの。コーラス頼むね、松さんね。
あ、これ全然違う曲出してたよ。これだね。うん、そう。それ何？ホールミータイト。それあれじゃないの？何？レディマドンナじゃないの？なんか聞いたことある。どっちが先かなって。いや、それレディマドンナが先よ。あの、いや、これ別にパクったわけじゃないけど。あのそういう雰囲気っていうのはあるじゃん。エッセンス。コード進行はまあいくらでもあるよね。結構ね。そう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 。ホールミータイトか。え、はい、ありますよ歌詞。あ、どこある？これこれこれ違うの。あ、本当？これ見えないなこれ。まあいいや。あ、いいですよ見て。あ、いいんです。大丈夫。うん、大丈夫。なんかモタモタしてるね。1年の抱負をちょっと松下さんの方からちょっと聞きいきなり今年の抱負。私ね、今年鳥を、うん、年女。年女。そうなの。鳥年、鳥年、だからね、どっか飛んでいきたい。飛んでいきたい。今年は飛ぶよ。遠くへ行きたい。遠くへ。海外行くよ。あ、いいですね。去年は行けなかったから、今年こそはあちこち行きたいな。真子さんとか海外旅行好きなの結構。旅行好きだよ結構。本当。あんまり行けてないけどね最近 ね。なかなか行けないじゃん。だって毎日ライブ。ライブがあるとね。ライブがあるからね。じゃあ行きますかと。行きましょうか。行きますか。ちょっと、はい、置いといていいですか。あ、いいですか。うん、はいはい。ホールミータイト、ホールミータイト、ホールミータイト、どっち？
ホールミータイトっていうのがタイトルなんですよ、うん、で最後は保留タイト、保留タイト、保留タイこれ本当あれだよね、あの楽しいね、レディーマトンじゃない、これライブでやったことないよね、やったことない、うん、あバンドやると結構楽しいかもしれない、ね、これでもライブでやってほしい、これ、うん、あ本当ですか、ね、はい分かりました、あの考えましょう、ということで松下さん、あ誠さん行きましょうか、もう歌ったよ私誠さん行きましょうよ、もう歌ったよって、あ1曲ぐらいしか歌わないんだ、そうそうって、じゃあ入れていただきましょう、うん、はい、何でしょうか多すぎるからね、そう誠さんはね、あさっきのこれ何 C、 あ大好き C、 C、 あ出ましたか、いきますか C ね、コーラス、じゃあもう世界中の女性に、うん、捧げましょうか、はい、ほう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 高島誠でございます、Maybe the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She, maybe the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within a measure of a day. SheMaybe the beauty of the beast, maybe the famine of the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be, but she may seem inside of her shell.Seems so happy in a cloud, who that can be so proud and so proud, no one will know to see them when they cry my eyes. She may be the love that cannot hope to last, may come to me seldom in a fast, then I remember till the day I die. She may be the reason I survive,The why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and ready years. Me, I take the laughter and her tears and make them all my souvenirs. Well, where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.高橋誠さんの C、 全世界の女性に捧ぐとか誠さん言われましたが、僕は全世界の男性に捧ぎましょうかね、あいいですね、不良10年の勧めを今日はまだ早いこともないの、これはラスタンブルース、うん、あんまり歌ってないから間違えそうなんだよね、あら気が弱いことをおっしゃって珍しく、えやってみる、ちょっとやってみます、ラスタンブルース、これはねキーが違うね、違う、あ、マジですか、じゃあダメだ、 G だ、 G でやるのね、はい、ん、あ、違う、え、違うの、カポするの、カポするの、うん、うん、カポするね、確かに1カポだと A、 あ、2カポ、うん、2カポで A だ、何あれ、それじゃあ A でいいんだね、いいんですか、あ、これでいいんですか、俺歌っていいやっぱ歌ってないからね、これ間違えるんだよね、これ、あ、うん、ラストタイムブルース、これ古い、この歌好きだな、ね、いい歌、古い時の歌です ね、うん、ね、これね、あの最初のアルバムの中からはやってる曲っていうのはあんまりないんですよね、あ、まあ、今度聴いてみたいという人も いますけども、もう30年40年ぐらい前のね、37年ぐらい前、うん、そう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 、うん、お前の寝息を背中で聞いて、別れのドアを
てゆくよ夜明け間近の風が歌う Oh, 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 oh. Last time blue 目覚めたお前は涙も見せず古い写真を焼くだろう最後の恋になるはずが Last time blue 春にお前に罪はない俺の心誰か呼ぶ Say sorryはい、加納芳朗ラストタイムブルースといういいじゃないですか。いい曲だな、ね、いい曲もあるんですよ。またいろいろね、あの歌っていきたいと思う。いや、ね、あの若い30年とか40年ぐらい前の曲でも今歌うと違うね、うんうん、そうだね。俺今歌いながら違うなとか思った、うん、もうちょっとこう力抜いて歌えばもっといいかもね。歌いながら山田さん絶対そう思ってると思いながら聞いてたもん。なんかこれちょうど今タイムリーな感じだな。タイムリーだ ね、じゃあ不良の中年の方にタイムリーな曲を最後にね全国の男性諸君にお届けしますよ。不良中年の おすすめという歌を歌いましょう。あ、おすすめね。中年いきますよ。いいですか。はい、はい、ワン・ツー・スリー・フォー。You may
膝をぶつけてしまいましたが、ということで不良中年のおすすめというね、はい、歌をお届けしました。またね、あの今後ねどんどんたくさんのゲストの方、ね、いらっしゃって素晴らしいゲスト、来週が、ケイコウォーカーさん、ケイコウォーカーさん、その次の週も続きます ね、ノロイセイさんとか、あとグリコあの、グリコさん、あとジェームスさんも ね入ってますけどですね、豪華メンバー、テックスで同名字、テックスなんかゆうたろうさんだよ、なんかゆうたろうさんっていうことでね、いろいろ双子のね、なんかゆうたろうさんっていうか、ロサンゼルスから来ますんでね、楽しみに、で来週は稽古ウォーカーさんですね、今日もお相手は金城でした。高橋真子さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さんもどうもありがとう。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。
また